号コピー。朝来市の竹田城跡。秋のよく晴れた朝に濃い霧が竹田城跡を取り囲み、まるで雲海に浮かぶように見える姿から、いつの頃からか天空の城と呼ばれるようになりました。幻想的。晴れる。前日の日中と朝方の気温差が大きい、風が弱い、この3つが揃うと雲海に出会えるんですが、雲海もいいけれど近くには素敵な見どころがいっぱいなんです。ということで今日は周辺の楽しい美味しいスポットをご紹介します。まずご紹介したいのは竹田城跡から最も近い休憩所、山城の里。竹田城跡に関連したお土産や田島地方の特産品を販売しています。レストランでは地元の食材を生かしたメニューを楽しめます。そして敷地内からの眺めもバッチリ、こんな感じ。そんな山城の里おすすめの期間限定超インパクトありのこちらのスイーツ、お、雲海か？ん？なんだこりゃ。11月25日まで限定販売のモフモフソフトです。石垣をイメージしたウエハースに天守閣をイメージしたバニラソフト、抹茶とピスタチオのクランチが乗っています。綿飴とソフトクリームの相性はバッチリ、美味しそう。とっても可愛いワゴンで土日祝のみ販売しています。さらにモフフォトというインスタグラムを使ったイベントを開催中。コンテストの特賞に選ばれると田島牛 1kg が贈呈されるんです。続いて背中にハートがついたマナ焼き。中に入っているのはあんこ、カスタードクリーム、そして季節限定の黒豆。カリカリもっちりと手軽に食べられるのが人気で、なんで背中にハートかというと、城下町にいる背中にハート模様を持つ鯉をモデルにしたからなんだそうです。ちなみにマナ焼きの名前は竹田城が栄えた戦国時代、魚をマナと呼んでいたことに由来しているんですって。さらにさらに山城の里ではまるで雲海の上に乗っているかのような写真を撮ることもできます。さてお次は城下町へ。ここに4つのお寺があるんですけども、昔の竹田城の家老屋敷跡というふうに呼ばれていまして。案内してくださったのは竹田城跡ボランティアガイドの上山さん。この城下町には歴史を感じさせる家が多く残っています。また江戸時代に起きた大火災をきっかけに生活防火用の水路が作られ、それが今も歴史遺産として現存しています。いずれも江戸時代のものなんですが、最も古いのが今ちょうど私の目の前にあるこの上皇寺さんというお寺にかかっているこの石橋になります。江戸時代に作られた石橋、趣がある。またこの辺りは紅葉が見事、水路と合わせての情緒ある風景、これからの季節におすすめです。まだまだありますよ。歩き疲れたらこちらで休憩を。竹田駅から徒歩1分の場所にあるカフェ、竹田町屋カフェ寺子屋。明治大正の趣を残した店内でのおすすめはお店オリジナル商品の天空サイダー。竹田城跡がブームになる前の2013年から販売されていて、懐かしいテイストのラベルが人気なんです。そしてこのカフェではなんとお店所蔵の甲冑や着物を着る体験ができるんです。なんだかタイムスリップしたみたい。
雲海だけでなく竹田城跡周辺は楽しいスポットがたくさんあるので、ぜひお越しください。